まずここ。財産。これなんだ。祈り、あれ、これエアリスが持ってるやつと同じやつだけどね、これ育つと結構いいマテリアになると思うから、ティファーに持たせるか。まエアリスの外して育ててもいいけど、別で育てよう。でチャクラをクラウドに持たせたい。チャクラをクラウド、マジカルはつけっぱで、で AP アップつけて、これで祈りをガンガン育てると。あとは何がある？あ、ムームーちゃん潜りメタルか。ハイポーション。お宝や。何それ？ルビー？装備ではないんだ。キーアイテムか。興奮剤。興奮剤。全部チェックしよう。潜りメダル。サークレット、これはアクセサリーだ。ほほほ、魔力アップ系だ。どうしようかな。実はみんな物理を強化してるっていう。クラウドチャンピオンベルト外してみようか。サークレットで、バレットにチャンピオンベルト、ティファーにもチャンピオンベルト。あ、大体アイテム入ってるな。そこのピラミッド気になるけど、周りのやつを先にチェックしよう。ファイヤーカクテル、ヘモヘモくん、エリクサー、ムームーちゃん、3000ギル、おいしい。お、全部潜りメダルか。こんなところだね。よし、あとはえー、地下行ってみるか。一つまだ不明のサブがあるんだよな。来た。ここはアイテムあんまりないけど、はい、財宝だ。でもう一箇所どこだったっけな。下水道だった気がするんだけど、確か下水道に紋章が書いてあるドアがあったはず。おう、バレット。ライマ、大丈夫か？自警団は動ける奴らが手分けして怪我人の救助に当たっている。任せろ。と言いたいところだが、大問題がある。噂は本当だったんだ。地下に神羅の実験場があって、そこからモンスターが湧いてる。クラウド君、何でもや頼めるか？実験場に降りて、地下のモンスターを一掃してもらいたい。危険すぎる依頼だが。俺にしかできないだろう。その通りだ。頼む。OK、これが不明のサブクエ最後だ。じゃあ地下に行けばついでに薬の材料も見つかるはず。よし、L1 長押しで地上に戻れる。あ、OK。あれ、でもコルネオの財宝はここじゃなかったよな。
誰かいる。あれ？こっち。昨日の夜から地盤沈下が広くてな、道がいくつか塞がっちまったみたいだ。違う進路があるな。ここ開いてなかった扉だし。お？あ、ここ前に来た。反対側か。このエリアで倒したボスの声ではないの？また変なのいるし。終わらせる。いや。俺の見せ場だ。サンダラか。もうすべてこれにお任せ。行けんだろ。よしやりよ。よし。攻めてこ。出番だよ。あ、マテリアのレベルアップ早くなってるな。危ない。よし。あ、チャクラあんまりちゃんと使ったことなかったけど、 ATB ゲージで体力の回復が得られるからいいな。連携しよう。入られちゃうな。私に任せて。気をつけてね。危ない。やばい。クラウド死ぬ。こいつ勝ってえな。あ、間違った。アンガーマックス。いや、大してるぜ。で、チャクラこの辺またバトルセッティングでコマンド設定しないと。よし、やってみよう。クライムハザード。あー、もう死んでる。頼もしいでしょ。ちょっとバトルセッティングしよう。よし、とりあえず来た道、来たことある道をどんどん下ってみよう。ロボットだ。なんか闘技場で戦ったことあるやつばっかりだな。ならばサンダガト。よし、もう一丁贅沢に。消費 MP は多いんだよな。こいつどうすりゃいいんだっけ。トリプルファイヤー。ティファーが危ない。よし、攻撃がヒットするやつを。アンガーマックス。詰まってるぞこいつ。このまだまだ。あ、潜ったのか。よろしくね。待ってました。で、強い。普通に強いな。ぶっ放せ。 OK。 あとこいつだ。まだまだ。このブロックどうすればいいんだっけ。あ、溶けた。連携しよう。頼られちゃうな。そっちはどうだ。頑張るね。行くよ。邪魔だ。祈りやってみよう。頼りにしてる。おう、引っ込んどけ。エアリス専用なんてことはない。すばしっこいな。待ってました。消えにしろ。わらわら。よっしゃ。あ、潜っちゃった。よし、やっちゃおう。邪魔だ。
おりゃ。この調子で行くぞ。次を勝とう。そうだ、キープアウト。テープ貼られた扉の先にモンスターがいるはずなんだ。あそこから声がしたからね。悪いな。じゃあ外してばっか。俺の見せ場だ。来い。じゃあね。こっちだな。ローブあり。よし。シャワー浴びたいな。この辺のボックスはもう壊したって大したもの。からじゃ。扉どこだっけな。もっと戻るか。あ、近い。回復しとこう。こんなところあったっけ。いや、あったな。ボックスがたくさんある。これクラウドじゃ届かないし。うわ、またいる。よし、今だ。オッケー、順調にレベルアップ。こっから下を降りれるな。この先はアイテムだったし。あ、そこじゃね。開いてる。こっちは何もねえもんな。ああ、二重扉だけど、どっちも開いてんじゃん。こいつの角が欲しいんじゃん。ベヒーモス？ベヒーモス？霊式？待てよ、ここは。違うな。ティファーだな。ティファーに生体情報を。クラウドには、チャクラやっといてもらおう。見破る。あ、見破る場所が、まあいいか。なるほど。魔法で攻める、魔法で攻めるならまず角を破壊しよう。オッケーっす。痛い。気をつけてね。俺が出る。魔法ならクラウドだ。弱点魔法は特になかった。 MP 足りない。しゃあない。魔法薬は他の人に任せよう。だからバレットだな。畳かけ、待ってました。やばいな。ティーファーで、クラウド召喚獣呼びたいな。カーバンクル呼びたい。危ない危ない危ない。うわー、追ってこないで。捕食されてる。バレット、助っ人お願い。
暴走モード、一人をピンポイントで狙われてんな。赤いアンガーマックスに任せる。KR が自分、よろしくね、動きが早い。これだ、気負いすぎる。俺の見せ場だ。キッパーが危ね。これで全回復でしょ。で上半身が半分食ってる。アンガーマックス上半身もう少し痛い。よし、モンハンかな。そっちはどうだ。よし、オッケー、角が効く。ガツンと頼む。よし、こっからが本番か。スタミナチャージ、待ってました。まだまだ。今度は下半身をなんとか。待てよ、 V 増えてる。痛い、危ない。いやあ、私に任せて。バレット。よし、祈りだ。よろしくね。俺がここからだよ。そっちは任せて。任せて。上半身復活してんな。危ない。またバレット危ない。頑張るね。いや、出番だよ。頼られちゃうな。危険だろ。うわー、どうなってんの。吹っ飛ばされた。よし、上半身がもう少しで。私に任せて。よし、オッケー、チャンス。よろしくね。待ってました。気合入れてけ。クラウド、やっておしまい。あー、クラウド、チャンスだったのに。レイズ、思いっきり回復させるか。クラウドでアイテムを与えるか。メガポーション、でもリミットいこう。下半身、よし、チャンス。仕上げだ。待って、なんだ、待って、あとわずかなのに。アンガーマックス、よし、危ねえ危ねえ危ねえ、岩が落ちてきてる。いや、強敵だった。なんもないかな。こんだけか、こんな広いところに閉じ込めてたんだ。亀裂まみれだけど。じゃあ戻ろう。戻っていいのかな。この人に報告は。あ、やべ、視界が赤い。地下のモンスターを倒してくれたか。ありがとう。これで俺たちも動きやすくなる。助かったよ。いろいろ大変だろうけどよ、負けんなよ。ああ、スラムの住民はこんなことでへこたれないさ。そうだ、これ少ないけど受け取ってくれ。キャノンボール？お、マテリアスロット増えた。ああ、なるほど。アンガーマックス大好きだけど、これでもいいな。というか攻撃力上がるから、これでよし。
うん、思いのほかたくさんマテリアスロット増えてるおかげで、マテリア不足状態。うん、毒持たすとこ。で、ティファーにも。ティファーもチャクラ持っとくか。間違った。よし、こんなところかな。回避切りやっぱりクラウドあった方が便利なんだよね。バレットがめちゃくちゃマテリア持ってる。ティファーも範囲化マテリアなんかつけたりして。よし。で、これで薬屋のクエストもクリアできるでしょ？もうそろ全部クリアだ。あとは、ウォールマーケット内で適当にディスク探したりすれば、終わるはず。持ってきたぞ。おお、薬の材料が揃ったか。ありがとよ、十分だ。さすがはエアリスが頼る男だな。さあ、あとは俺の仕事だ。あんたらの頑張りは無駄にしない。そうだ、これよかったら使ってくれ。エアリスか。この場にいないんだよな。よし、あとは、あ、忘れた。隠し財産。これ下水に行くとすれば、もう館に入って行くしかないと思うんだけど、そもそもコルネオいんのかな。ドアが多い。お前たちか。何の用だ。私たちプレートの上へ行く方法を探してて、コルネオなら何か知ってるかもって。なるほどね。それなら俺も知っている。本当か、教えてくれ。こっちに来い。話だけは聞こう。なんだこの花。この先に用がある。あんたたちが手伝ってくれるなら上に行く方法を教えてもいい。この先って下水道だよね。何しに行くの。コルネオの隠れ家がある。そこまで行きたい。俺たちをはめるつもりじゃねえだろうな。そう思うならそれでいい。俺は別の助っ人を探す。お前たちも他の方法を探すんだな。わかった、手を貸そう。いいのか。裏切れば切る。それで構わない。信じるよ。詳しくは地下に降りてからだ。準備ができたら声をかけてくれ。地下に行きたいことは間違いないんだけど、地下にコルネオの財産があるから進めちゃって大丈夫かな。後戻りできるかな。ちょっと先に音楽探しちゃうか。その前に、あと裏路地で回収していないアイテムもあるし。